又又蔵はクズ芸人として知られているが、実家は開業医の本人以外はエリート一家。三又は芸人を志しコロッケの元へ弟子入りし、ハムエッグという芸名で活動をしていた。三又は経営していたバーで女性を酔わせて、強引に行為に及ぼうとしたことがある。しかもそれは芸人熊畑小原の小原雅子で、テレビで暴露されることになった。三又又蔵はかつて松本軍団の一員だったが、松本人志に絶縁されたことがある。これは自身のバーの運転資金1500万円を、松本から借りていたのにもかかわらず、借りたお金を遊びに使い、バーの家賃が払えなくなったから、三又はビートたけしのコネで、カルビーのポテトチップスの CM に出たことがある。しかし放送されるや否や気持ち悪いなどのクレームが殺到し、3日で放送は終了することになった。直美又又蔵を採用することを決めた担当者は、後にあの時はどうかしていたと話している。